じゃあ、こんにちは。さあ、ゆかさん、来ました。あ、いよいよ明日から。待たせすぎだぜ。そう、ちょっと長かったですね。長いよ、お前すぐシーズン終わったらやんなさいよって。そうですね、選手は大変だけどな。まあ、ヤクルトとカープが最後ちょっと試合をね、残してたので、それ終わるまでっていう。まあまあ、そうだけどさ、俺減ったもやんなさいよみたいな。もう先にねっていう。まあでも優勝がな、決まるかどうかだったからな。まあそうですね、そういうのもあったので。でもまあ、明日からいよいよセパともに、はい、クライマックスシリーズのファーストステージ始まります。はい、で、セリーグは甲子園球場で阪神対巨人、はい、そして、パリーグは、ZOZO マリンでロッテ対楽天と、はい、共に14時プレーボール。なんで時間ずらせないの？いや、両方見たいっつうの。いや、多分ね、皆さんそう思ってると思いますなあ。はい、13時からやって、はい、なんかもう一つのカードは17時とか17時と、ちょっと早めてナイターを、うん、できますけど、なんかあるんですかね。まあ、寒いからな。なるべく日中お互い外の球場でしょ。そうですね、甲子園と ZOZO マリンというね、はい、まあまあしょうがないか。そうですね、うん、さあ、はい、豊さん、はい、ファーストステージ予想をしていただきたいと。まあ、いろんなことのなんですけれども、これ簡単に言えばさ、はい、やっぱり2戦で決着つけたいんだよね、どちらのチーム、うん、これなぜかというとさ、やっぱ3戦でピッチャー使い切っちゃうんだよ、はい、3戦やると、はい、だから1つだけ余力を残すために、はい、やっぱり連勝でいきたいんだよね。それはまあどのチームだから、特に初戦が大事なんだよ。だから初戦に重要ポイントっていうか重要視してるのは全球団だろう。その4球団全 部、 球団全部ということは、はい、まあ、やっぱりそのとにかく先手必勝、初戦勝ちたい、うんうん、やっぱりピッチャ ー、 ピッチャー大事になってくると思うんですけれども、まあセ・リーグだったら、はい、まあ、巨人はもう菅野だよね、はい、もう随分前から発表になってるし、はい、またその土曜日に登板させてるし、そうですね、うん、まあ別にだいぶ時間があるからそこで土曜日で調整しなくてもいいとは思ったんだけど、はい、まあだけど、まあそういう意識を持たせてる、まあ一番信頼のおける、うん、はい、で阪神の方は、はい、皆さんどういうふうに考えます？いや、高橋遥人、はい、が投げれるんだったら、はい、やっぱちょっと違和感があってマウンド降りた試合があってね、はい、そうなんですよね。だその怪我っていうのがもう本当に治ってちゃんとしっかり投げれるんだったら、うん、高橋遥人から行きたいよね。ネットのニュースでも、まあ、数日前からキャッチボールなどで調整っていうのは出てきてるので、うんうん、そんなにすごく大事に至ってるっていうわけではないですけど、ユダさん的に行けるんであればやっぱり高橋遥人、そうだね、投手で行ってほしい。やっぱり一番安定してるしさ、一番ボールに力がある、はい、まあ青柳は投げても別に構わないと思うんだけども、はい、だけどそれ以上にやっぱ高橋遥人の安定感というのは抜群だった。で菅野と投げ合った時に、はい、やっぱ勝てるのは誰かって言ったらやっぱ高橋遥人になるのかなっていうふうに思うけどね。うん、で初戦を取れば多分初戦取った方がファイナルに行くよ。そこは例えばその2位の阪神にその引き分けでも勝ちに等しいというものを権利を持っていたとしてもやっぱり初戦取った方が有利になってくる、うん、いや引き分けなんかもう考えてないと思うよ。あ、どっちのチームも、うん、で接戦になった時にやっぱ中継ぎ勝負になってくるじゃん、はい、不安を残してるのは巨人で、中継ぎ勝負になってある程度勝算があるのは阪神、ただ打てないのが阪神、はい、ちょっとずつ打ち出したのが巨人、はい、だからもう本当に一長一短分からないんだよね。そうですよね、だ、うん、阪神としてはやっぱりその相手の先発陣で打てなくても中継ぎでその打って逆転だったりとか得点を重ねていくチャンスがあるね、あるっていうふうに。だから巨人はもうとにかく、まあ、菅野山口で行くと思うんだけど、はい、菅野は完投してくれることが一番だけども、はい、やっぱ7回までは投げ切ってほしいよね。そうですね、うん、だからそうじゃないと6回からつなぐって言ったら巨人の場合は6、7、8、9でしょ、4イニング長いと思うよ。いや多分ファンの方もそう思ってる方多いかもしれない。で山口もそう、7回まで投げる、まあ、あとの3イニングだったらなんとかもう1人1冊でもいいから使えるしね、はい、だからそういう意味では7回だな、投げれるかどうか。あとその原監督の終盤だったり中盤からの戦いを見てると、その山口投手だったり先発陣を本当3回とか例えば4回でもうスパッと切って、そこから中継ぎ中継ぎっていうイメージがあったんですけど、このクライマックスシリーズではそれはやってくるんですか？やってくる、悪ければ、もう悪ければスパッと切って、もう行くしかないよ。いやもう引っ張れる余裕がないもん、時間も。いやそれはもう阪神も同じことだよ。もうスパッと、ダメだと思ったらスパッと行くよ。
そういう戦いに青柳が打席立たずに変えられたから、はい、まあ、あれはチームの事情だとか、はい、調整の問題もあるのかもわからないけども、はい、ダメだと思った瞬間に切られる、うんうん、それは仕方ない。だからある程度7回まで投げられるだけの調整をしといてほしいよね、はい、最低ね、はい、うん、あとは例えば巨人のバッター、あの丸選手がね最後息を上がってきましたけれども、うんうん、他の選手、まあ、野手でポイントを握るのは、はい、俺は坂本だと。あ、坂本選手、はい、俺が考えてる構想は、はい、丸、岡本、坂本なんだ、うん、はい、このクリーンナップじゃないと5番に打てるバッター、怖いバッターを置いとかないと、はい、岡本が避けられる。あ、そうですね、岡本を避けて通る。そうなってくると得点力がガクッと落ちるから。じゃあ5番に坂本選手を置く構想の方が豊さんが俺はいいと、ハッタリも含めて。はい、いや本当にそうですよね、うんうん、その坂本っていうのはやっぱ勝負強いし、はい、一番頼りになるバッターだよね、うん、そのバッターが岡本と勝負をしなきゃいけないぐらいの状態を保っておいてほしいよね、うんうん、坂本に、はい、そしたら岡本が楽になって活躍できると思う。で、豊さんやっぱりその5番が巨人の打線キーになってくるってことですよね、うん、まあ、1番は松原、うん、で2番は、まあ、ウィーラーでいいと思う俺は、はい、ウィーラーが2番に入ってつなぎ役をした時に、うん、打線というのはすごく流れた時あるしね、はい、だからそういう意味では俺は2番の坂本よりも、うん、5番の坂本に期待をしたい。ちょっと5番を注目したいですね、うん、巨人は。じゃあ一方で阪神の打線は、阪神はね、はい、近本がどうなのかっていうことで、足の具合がそこですよね、うん、戻ってそれはね、近本が1番にいるのといないのじゃ、うん、まるっきり違うから、はい、そこですね、大きいは。だから俺は多分出てくると思うけど、うん、でも従来通りに足を使えるのかというと、はい、まあ、そこら辺はちょっと不安だろうし、でも近本中野の 1,2 番というのはすごくいやらしいしね。そうですね、嫌ですね。だからあとは返すバッター、うん、大山ポイントはね、はい、大山が4番にいる、うん、大山が6番にいる、いずれにしても、はい、そこに回ってくるんだよ大山は。なぜかそうですね大山が火をかぶるようになってんの、はい、その火の粉を払えるかどうかだ大山が。そこですね、そこなんだよ。だから、まあ、佐藤っていう人もいるかもわからないけども、はい、もう佐藤は期待はしない。最後ね、ホームランというかだったりとか、うん、ちょっといい当たり、いい当たりしてたね、はい、してたんですけど、うん、その佐藤選手の起用っていうのは、は使ってくると思うよ。クライマックスシリーズに入る前の練習試合だとか、はい、そういうものでもタイムリー打ったりだとか、はい、いろいろしてるから使ってくると思うよ、はい、使わなきゃいけないと思うしね、うん、だけどそんな多大な期待はしない。本ちゃんだったらわからない。まあやっぱ巨人のエース1番手2番手が投げてくるわけだから、そう簡単ではない。だから期待はしてないけど、佐藤が打てばすごく盛り上がるし、勢いはつくだろうね阪神も。そうですよね、うん、でも過度の期待をしてるとやっぱりガクッときちゃうから、期待の裏切りっていうのは辛いでしょ。そうですね、期待してなくての活躍はすごく嬉しいけど、だから期待しない。逆にその方がいいのかもしれないってことですね。その方が彼も安心してできると。そうですね、あとはマルテ、はい、でサンズをどうするのかとか、はい、ロハスジュニアを使うのかどうするのか、まあいろいろあるけども、はい、どれを使ったってやっぱ打てないという計算のもとで試合運びをしていくだろうね阪神、うん、ということは足を使えるかどうかとなってくると、やっぱり近本選手、うん、だから近本は復帰しても足が使えるかどうか、でダイソーを使った時に思いっきりスタートは切ることができるかどうか、はい、巨人は打てなくても小林の肩を持ってマスクをかぶらせるのか。ああ、それどっちがかぶるんですか。だから菅野と小林、はい、山口と小林っていうのは大体セットだったんだよね、はい、だからここをどうするのか。そうですよね、うん、もう面白いよ。誰を正捕手に持ってくるのか。そうそうそう、まあ普通に考えたら小林持ってくるよ。もうそこは打てなくても接戦 で、はい、で山口も小林で勝ってるから、だから後ろ選手ではなくとか、だからここら辺が難しい。そうですね、そうですね、もう疲れる考えるだけでもういろんなそのね、そうそうそう、トランが出てきちゃうんで、そうそうそう、で梅野が被るのか坂本が被るのかっていう。だからそこも終盤被ってないじゃないですか。だからもう坂本でいくだろうね。あれだけね、終盤ね、坂本で行っといて、はい、ね、ここで、はい、梅ちゃん行ってくれって。梅ちゃんだって嫌だよ。なんかあるんですかね。いや、わかんないけどさ、なんか匂うね、なんかちょっと気なくさそんなことはないけどさ、はい、だけど俺は坂本をやっぱ使ってくると思う、うん、
そうなんですね。まあそうですね、まあ、西投手もねちょっと終盤いろいろありましたし、だから巨人の場合は、まあ、やっぱり打たなきゃいけないし、はい、まあ、打線の中で言えば坂本が5番に入ることが理想かなっていうふうに思う。それと阪神の方はやっぱ足、はい、これがテーマになってくると思うよ。やっぱり1点を足で取っていくという、やっぱ今年の阪神の強みだからね、はい、だからそこら辺を出していくと、まあ、うまく回るかなっていう、勢いがつくかなっていう、うん、そうですね、まあ、そんな感じですよね。まあ、とにかくこの初戦を制した方ということで、そうパ・リーグはどうする。さあパ・リーグですよ。お前引っ張ったなセ・リーグでなので時間がちょっとね、まあ、面白かったよなセ・リーグはな。いやそうなんですよ、いろいろあってな。そうなんです、だから本当にその当日のそれぞれの監督が出すスタメンと打順がすごく楽しみ、楽しみだよな、はい、なのか、あやっぱそうかなのかっていうことも楽しみですし、この動画を見てたら坂本5番に置くよ原監督がね分かんないけどねまあ5番キーですけど、はい、まあ、パ・リーグ、まあ、セ・リーグがね、はい、ちょっと、はい、長時間になったので、はい、パ・リーグちょっと駆け足になりますけれども、はいはい、パ・リーグこれどうなりますかね。 ロッテ楽天初戦を制した方っていうのも、まあまあ、それは変わりないけど、はい、ゾゾマリンです。今年のロッテって楽天に強いんだよね、はい、で相性もいいんだよ、はい、ただ則本が多分先発で来ると思うんだよ、はい、でロッテの方は誰が来るんだろう。これはどうなんですかね。石川なのか、石川投手なのか。三馬がやっぱ悪いでしょ、あのすごい、で二木もあんまり良くないんだよ、はい、だから佐々木朗希で行くか、どうなんでしょうねその辺、佐々木朗希投手で行くのか。いや佐々木朗希は 1,2 戦のうちに絶対使うと思うけどね、やっぱり力があるもん、はい、でも初戦なんだよやっぱり。そうですね、大事になってくるのは。そしたら初戦佐々木朗希で行ってもいいなと思うよね。そのあたりって どうなんですか、プレッシャーとか。プレッシャーな、だって佐々木朗希はもうとにかく思い切り行ってこいって、お前に責任全くないよって、はい、でそういうタイプだから、うん、そう思い切り、じゃあ思い切り行ってきますっていう、うん、で逆にベテランを使うと責任感じちゃうからね、はい、まあ、石川投手であったりとか、うん、はい、だからもう俺は佐々木朗希で行った方がなんかいいかなって、圧倒していくような、うん、じゃあ豊さんの考えるところであると、例えば佐々木朗希投手 VS 則本投手みたいな感じになるのかな、うん、なるんかなって思うよね、うん、で楽天でやっぱ一番安定感があるのは則本なんで、はい、でそれぞれの打線ってどうですか。打線、はい、どんな風に試合展開になっていくのかなとか、まあ、ロッテがやっぱ終盤重かったよね、なかなかこう得点力がさ、はい、それまでずっと上げてきたのがパタッと止まって、レアード、マーティン、この2人かなと思うよね。この2人にロッテはかかってるっていうこと、まあ、そうだね。その前に塁に出る荻野、はい、オギのレアード、うん、オギのマーティン、これで勝ってきてるからさ、はい、でやっぱり2番バッターなんだよね、あそこはポイント握るのは、うん、藤原を行ってもダメだしさ、俺はもう岡でいいと思うよ。岡は俺ね、なんかラッキーボーイの匂いがするんだよ、はい、だから、うん、あそこはね2番バッターで今年苦しんでんだよね、うん、藤原が2番に入ってブレイクした時にはチームもものすごい調子良かったんだよ、はい、月間 MVP を取った時っていうのは、うん、だから俺はね、なんかね、2番がポイントを握ると思うよ。荻野は普通にやれる、はい、で、レアード、マーティンにつなぐ2番が誰にするのかによって大きく変わってくると思う。だその2番に入った選手がブレーキになってしまうのか、それとも加速させるのか。いや、加速させないとなかなか手にはならないんだよね。じゃあロッテは2番がポイントになってくる。俺はなると、うん、じゃあ一方楽天ですけれどもどうですか。やっぱ浅村が打てば強いけどね、はい、うん、オリックスの強さって首位打者に3番吉田がいて、はい、4番にホームラン王がいるという、まあ、楽天を考えた時に、まあ、浅村打点を取ったこともあるし、はい、ホームラン王も取ったことあるよね。だからその状態がいいか悪いかによって島内が今年の打点王が生きるかどうかっていうのは決まってると思うんで、はい、ただそれだけじゃなくて楽天は島内がチャンスメイクをした時に、うん、岡島だとか茂木だとか、うんうん、そういうのが左バッターなんだけど続いていけると破壊力が増すんだよね、うん、だけど8番9番で止まってしまうという。楽天は逆にそこら辺が課題とか、なんかこう、うん、ウィークポイントにならないといいな、まあ、それと左ピッチャーは全く苦にしないから、うん、左バッターあれだけ多くてもいいんだけどさ、うん、まあ、その中に加えて鈴木大地がいる、山崎がいるでしょ、左ばっかりなんだよ、左がずっと、はい、あだから、まあ、左でもいいんだけど打てればね、はい、だけどそこら辺のバランス
だなとは思うよね。まあ、またいろんなプランとか、まあ、難しいな、なんか悩み出しちゃうと。そうですね、セ・リーグの場合はさ、はい、菅野と高橋遥人、まあ、まあいい投げ合いになる、まあ、ピッチャーの出来っていうよりもどう打っていくかどう攻略していくかなんだけど、則本と佐々木朗希、はい、どっちが粘れるかっていう勝負だと思うんだよ。ああ、どっちが打つとか打たないとか言うので、大体打てないと思ってるから、この2人、うん、調子が良かったら、はい、だからどこまで2人の意地が通せるかどうかっていう戦い。あ、自分は相手より先に降りないぞっていう意地の戦いになっていきそうとか、点をやらないとか、はいはい、で菅野と高橋遥人もそういうことは考えられるんだけど、うん、なんとなくこっちはどう攻略するか、こっちは攻略のしようがないんだよ、たまたましか、うん、そうですね、ラッキーパンチとか、そうですね、一発出てあとはどうピッチャーがしのぐかっていう、そうそうそう、だからまあそういう戦いになるかなと思うね。楽しみですね。楽しみ、いずれにしても楽しみ。そうですね、うん、もういよいよね、明日の14時にセパともにファーストステージ始まるということで、ね、楽しみだね。もうだから14時からもうザッピングですよ。2画面で見るしかない。あ、そうですね、2画面で見られる方は2画面で見て、うん、そうですね、まあ、パソコンとテレビかなとか、あとスマホと兼用したりとか。そうだな、はい、ややこしいな。そうですね、はい、まあ、楽しみですけれども、はい、はい、じゃあ、ゆらこさん、じゃあどっちが勝つ？私ですか？あ、言うて、私から予想しますか？ああ、いい。私は阪神勝つと思います、はい、ファーストステージですよね、うん、はい、でパ・リーグは？パ・リーグはロッテが勝つと思います。ゆだかさん、俺は巨人が勝つ、うん、おお、はい、うん、でパ・リーグはロッテが勝つ、うん、あ、パ・リーグは一緒ですね、うん、セ・リーグ巨人ですね、うん、そっか、そう、わかりました、はい、罰ゲーム考えてください、はい。